皆さんこんにちは、高橋明です。今回はイアン・ポルトナーのフェアウェイウッドを見てみたいと思います。非常に綺麗なアドレスをしています。ボールも近くて非常にいいと思います。テイクバックもですね、スクエアですね、コックもあまり使わずにですね、綺麗に上げてきています。でここでなぜ線を引かれているかと言いますと、彼の、一つの癖なんですけれども、テイクバックの時に膝が伸びてしまうんですね。でここでトップの位置を見てみましょう。綺麗な三角で非常にいい位置に降りてます。この位置でですね、かなり膝が伸びてしまってます。線を引かれてます。そうしますとですね、今度はこの距離をですね、同じ時間で同じ距離を同じ時間で毎回動かさなきゃならないという非常に、大変な作業が加わってしまってます。こういうその不要な動きを全部そぎ落としたのがシンプルなスイングですから、ここはちょっと真似するにはかなりの時間が年月がかかると思います。ダウンスイングはですね、この腕をグッと下へ下ろしてくる、中期のですね、スイングスタイルですね。腰の捻転で引っ張ってきてます、ここの位置に戻ってきますから、これ問題ないんですね。インパクトも綺麗にですね、腰の力で球を潰してます。両腕も綺麗に伸びてます。両腕を投げ出すように伸ばして、両肘を折らずにですね、綺麗なハイトップでフィニッシュです。以上です。